Alright, hello everybody, CP9 キャットです。今回もフィアやっていきましょう。前回はですね、まあ戦闘していってさ、行ったんですけど、まだまだ先に行けないといけなかったんですけどね、まあ女の子に窓から吹き飛ばされたというところでしたね。じゃあその先やっていきましょう。ハンニバルさん、スパイサテライトがまたオンラインになりました。おっと、全部読めなかった。He's alive. 生きてるわ。メディック呼んだ方がいいわ。怪我してないようだわ。なんで生き残ったか分かんないわ。こいつ一人で行かせないわけにいかないわ。一人で戦うことはできるんだ。行け。生きててよかったなって。確かにそうですね。また一人行くのかよ。あっちっすか。ちゃうわな。こっちか。分かった、仕事あるっての分かってるから行くよ行くよ。もうそんなに俺のことが嫌いなんですね。いいよ、もうプンプン。アーマー欲しいな。ヘルスパッキア。援軍に向かえないようだ。まあどうやら援軍を送れなくなったようですね。というのもまた戦闘が起こったみたいで人手が足りないようですね。おお、結構いってんね。まあ、このまますぐ行かないといけないけど、まあ、多分ちょっとこっちの方から。やっぱりダメか。足場をくるっと回転させんだろうな。電話があんね。メッセージが一つあります。マイク、何が起こってんだ。爆発のようだ。誰も応答してくれないんだ。あとで電話かけ直してくれ。だってじゃあこれ回すか。何もないね。こっちの下かい。ちょっとなんか悪い予感しかしないが。よっと。うおっしょと。いて。ダメージはない。またシグナルが。でも不明なんだよな。ちょっと待った。録画のやつのちょっと明るさ上げとかないと。だいたい20かな。ちょっとこれ上げすぎだな。ちょっとだいたい12かな。よし。じゃあ先に行くとして、うわ、なんか出てきそうやな。なんか子供がフヒヒって笑ってたぞ。おみーんね。マジっすか。何もないか。お、アイテムや。おい、俺はこのアイテム欲しかっただけです。よいしょと。さてと、また地下室。え、気のせいか。あそこにガードがいるね。あそこにヘルスパッカーだな。ちょっと取りに行くか。大丈夫だよね、入っても。
うん、大丈夫だね。よいしょと。よし、ちょっとこれでヘースパックの方もまたあらかた集まったんじゃないかな。パトロール続けろということですけど、うわー、また敵さんいんのか。結構強いんだよな。カチカチカチって鳴らしてんのに。あそこにいるからこっちから行ってみようかな。あっ、マジっすか。よし、これで OK ですね。よいしょと。アーマーの方も拾ってと。うわー、バレちゃったのがちょっと痛いな。お、ヘルスパックだ。お、グレネードもある。 OKOK、 探索はするべきだね。他には何かあるかな。何もなさそうやね。では行ってみましょう。何もなしと。頭見えてたよと。よいしょと。あいつを止めることはできないだって。よっと。よいしょと、倒した。まだ一人いるな。いや、いないか。あれで全部かな。全部臭いですね。うん、扉開かないか。ちょっと待って、鍵があるんじゃないかなと思うんだけど。よしよし、とにかくアイテムの方は回収してっと。あっちの先もあるね。開けれないか。下になんかあるかな。あった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 。じゃあこっちから行こうかな。と思ったら続きの方じゃなかったね。お、リフレックスパーマーブーストや。ありがたい。しかしな、どこに行けばいいんだろう。うん、南京錠あるかな。あった、やっぱりか。よいしょと。じゃあ向こうの方にもあったりするのかな。ちょっと行ってみようかな。ないね。よし、じゃあこっち行きましょう。よいしょと。 OK。 ちら？あれ、さっきのところに出ると。なるほどね。よし、敵はいないね。よし、一応開けとくか。ドアがあるね。よし、ちょっとこの武器に変えてと。エコー12が応答していない。バック援軍に向かってもいいか。ダメだ。ここにいろと。ほらー、どこに行った。あれ、これだけじゃないと思うんだが。あれ、終わった。危ね。
といないな。ほら、うわ、ダメージ食らったか。まあ仕方ない。まあここにヘルスパックあったからいいか。よくねえけどさ、ちょっとダメージ食らいすぎたな。さすがになるべく食らわないでヘルスパック温存してきたかったんだけどな。まあ、ただなんやかんやで結構多めに置いてあるみたいだね。5個だし、よしょっと。何もなしか。ゴミ箱の中もなし。アーマーはないっすかね。なアーマー、ふん、ただのオフィスか。お、グレネードとアーマーと武器がある。ラッキー。うわ、いた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 、あぶね。こっちから行けるかな、バレないに。うん、あいつら頭が3人全部出たら一気にまた撃ってみたいが。ああ、バレちゃったね。よいしょ。援軍が必要だ。援軍なんて酔わせねえよ。おら、そこの下からくぐってくると思わなんだ。あともう一人や。どこ行った？あれ、全員倒しちゃったか。うーん、 BGM が不穏ですね。ちょっと怖いな。ああ、全員倒しちゃったみたいだね。ウップスー。よいしょっと。じゃあ上行こっか。うん、アイテムもなさそうやし。オープンセサミ。お、セーブ入った。ちら。お、また武器とかあるね。こっちは開かないか。お、武器がたくさん出てきた。うっは。ファーストエイドも出てきたね。コンピューターを調べて情報を得ろうと。データアップロードしました。上流からなんか、汚物が入ってきたようですね。まあ、お水の方の混ざっていたっていうことで。結構なんかヘルスパック出てくんね。ちょっと悪い予感がすんな。ヘルスパックとかアーマーとかたくさん出てくんの、これボスフラグじゃね？と思ったりさ。うん、ここだね。あー、やっぱりか。よっしょと。ここの二人は倒したと。あそこのやつもできたね。よし、暗い暗い暗い。よしょっと。うわー、結構いるね。よしょっと、ダメージ食らってないな。よし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 。ほら、ちょっと食らった。仕方ない、これは仕方ない。どういった。
あれ、どこ行った、倒しちゃったか。あらあら、でアーマーの方もあったと。ちょっと慎重すぎっかな。まあいっか、この中にもアーマーあるね。もうこれ以上拾えないしな。でヘルスパックの方もあったと。まあでもなんか でかい敵とか出てきそうなんだよな。よいしょと。うん、いないね。あいつらがさ、あの普通の敵が出てくるとなんかしあの安心しちゃうんだよね。うわ、この水の中入るしかないか。そう、俺何も怪しいのはいなかったね。で、あの女の子、アルマだっけ、オルマだっけ、アルマだったような気がするな。がうろうろしてると怖いな。あの女の子はストーリー上、おっと、これで銃だね。どんな役割を持っているのかちょっと気になるけど。さて、こういうところめっちゃ怖いな。お、下に続き入り口があったね。で、さっきあの、おっと、あの女の子はこっから来たと。あ、どこにいた。また下か。入りまーす。おう、おう、見えんね。一応ここでもリーンできんですか。ちょっと何が起こってんですか。おやっと、危ねえ。スケルトンさん、今のはちょっと驚きましたよ。はっはっはーのはっはっはー。シチュエーション。フィアオペレーティブは、レプリカコン、2つ目のレプリカカンパニーと交戦した。S4ODD チームは、アーマちゃんコンプレートに突撃する準備を行っている。敵の強さは現在不明だ。アーバンに見つけた遺体はチャールズ・ハーバガーと判明。アーマちゃんのリサーチャーのようだ。ミッション、第1目標はパクソン・フェッテルを倒すこと。第2目標は敵の目的を、探すことだ。だそうです。まだアーバーンの、アーバーンじゃなくてあいつの方を探してるみたいですね。で、またヘルスパックか。もう拾えないから使って拾っちゃうか。まあ、とにかくまだ探しているみたいですね。で、ライフサインは少し違うけど、まああるはずだから、とにかく探せということですね。知ら？あいつはこのまま倒せんな。よし、来た。でもういっぱいか。まあ、使っていくか。最初は足りないんじゃないかなと思ったけど、全然足りましたね。まあ、後の方でまた足りなくなったりするんだろうかなって思ってるんですけどね。お、彼女はお前を怖がっている。マジで？アハハとか言いながらなんかカジュアルに歩いてたのに。
あ、同じとこに行くのかな。あ、同じところ、これ同じとこ行くな。あれ、あれ、あっちだと違う道に行くみたいだね。でもこっちにおっさんが出てきてセーブ入ったんだよな。調べに行け。了解。探してますと。アイテムいいから、いっぱいあるからするでいいや。ヘルスブースターとか欲しいんだけどね。うわー、ちょっと鉢合わせしちゃったな。あれ、もう一人いたね。ほら、俺様じゃ逆ろうなって一億年早いんだよなんて言ってみたり、まあ、体力たくさんあんな。ほとんどダメージ食らわないかな。またここにもあったよ。あ、いたいたいた。あれ、ヘッドショット決めたと思ったんだけどな。まあいいや。オッケー。お、またボディアーマー入ったね。で、グレネードの方も回収してと。で、メッセージの方も調べよっか。まあ何か起こっ、なんかクレイジーなことが起こっているみたいだから大丈夫か。まあ今日は金曜日なんだ。まあ、安全にいろよということですが。うわ、また出てきたね。もうこんなに持てねえんだよな。よいしょっと。まだ待機しろということですね。あそこにいるね。よし、ちょっとこっちからどうだ。意外とスルーできるかな。できなさそうやな。よいしょっと、2人死んでしまったと。いた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 。あんなところにいたか。チェックインスタート。了解。と言われてもどこにいる。ほら、ほら、待て待て待て。やばいやばい、死ぬ死ぬ。今のちょっとバカだったよ。まあ結構体力とか使ってしまったからな。戻ろう。あっちの方にアイテムあったね。よいしょと。これで OK だ。今のはドジ踏んじゃったな。なんであんなことしたんだろう。
よし、こんなもんかな。お、ショットガンだ。あー、この武器捨てちゃうのか。まあいいや、ぶっちゃけこれでも十分だし。よし、リフレックスも上がったと。ちょっと体力回復しようと。OK。ちょっとここは激戦でしたね。まあちょっと合流しすぎたっていう気持ちもあるけど、アイテムなし。お、アーマーや。あっちの方には何かあるかな。あー、先に行っちゃうみたいだね。あ、でもあっちの方も行けなさそうだね。ダメだ行けるんじゃないかなと思ったけど無理でしたね。よし。According to police, an explosion that leveled a dockside warehouse this evening was most likely the result of an industrial accident. No injuries have been reported, but emergency workers are still on the scene.まあ、ニュースですね。まあ、倉庫で起こった謎の爆発は事故のようですと。ですが、いまだに作業員は現場にいるようです。と言ってましたね。何が変わった？うん、水が流れていったね。ああ、そっか。これであそこの先に行けるようになりましたね。よし。おーっと、やっちゃった。うわー、足滑らせちゃった。デヒペロ。よっと。よいしょっと。お、チェックポイント入ったね。危ねえ。もうちょっと先行けんな。あそこに一人なんかすごい勢いで走ってったな。あ、バレてっか。あいつを見つけろ。ここで待ってと。ピッカブー。今の状況はなんだーということで、みんな死んでいます。おい、出てこいや。ほら、腕を出しちゃったせいで死んでしまいましたね、スポット。おら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 。よし、こんなもんか。これで全員だね。お、ちょっと噛んだ。弾は大事だから拾っておこう。しかしな、こっちの上になんかあるか？あっちもなんか結構道があるんだよな。なるべく探索は可能な限りしていきたいけど。よいしょと。こっちはなんだ？なんだ、同じとこに来るだけじゃないか。よーいしょと。うわっと、あぶねえ。いて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 、今のはしかし危なかった。こうなんかジャンプして誰もいねえなと思ったら敵さんがすごい待ち構えてたっていうね。危ない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 。よし、こんなものか。おぶねえ。これダメだ。
こんなものかな。よし、ちょっと回復してこれ取るか。でボディアーマーもありがたく、おっとあれ死んでるのか。オッケーオッケー、拾っていくけど、プロキシミティマインが5で投げられんだよな。で敵さんが近づいたら一気にどーっと、ちょっと待った、死にたいじゃなくて死にたくない。よっしゃと、よっしゃと、おらおら。さてどうしたものか。こいつ絶対硬いな。倒せるよな、弾たくさん叩き込めば。あれどこ行った、あれどこ行った、ん？あれどこ行ったあいつ。は？まあ、いっか。戻れ。そうだ、逃げて帰りやがれ。サテライトで、撤退しているのが手によって分かるよということですね。まあ撤退ですか。あっと、あったあれはどうやったら取れるかな。こっちの方からクラウチでいけるんじゃないかな。ああやっぱり道あったわ。あれは色から見てヘルスブースターかな。ヘルスブースターいただきました。おーイエス。弾の方もリロードしなくて大丈夫だね。拳銃の弾すんごいやんな。おっと、いってー、ほら、あーっと、こっから先行けねえな。向こうの方行かないと。逃げてったね。まあなんやかんやで、ね、あそこでグレネード避けれたんじゃないかな。よし、ちょっと店抜いてと。止まったら、あれ、ミスカス上がったね。あれかな、あれを押し出すのかな。よし、ちょっと。あ、こっちにドアあるわ。あっちの方に行きたいんだけどな。お、ボディアーマーや、拾っておこう。ボディアーマーはかなり大事ですね。とはいえ結構ダメージ食らいまくったけど、なんやかんやでまだたくさんあるからな。あれ、こっちの先にも行けねえな。あー、違うね。このまま泳いでいくのかな。あ、泳いでいくのか。体力回復して回収と。よっしゃと、じゃあ先行くか。しかし暗いね。懐中電灯しょっちゅうつけないといけないし、バッテリーすぐ切れちゃうんだよな。あ？ウォー、アルマはどこだ。何のことを話してんだ。違うやつだ。話す時間はおしまいだ。頼む、やめてくれ。あー違うか。こっちの先に行けるけど、あ、やっぱりこっちは行けないか。
うーん、おーいや、待ったビビったビビったツイッターみたいにビビった。あ、こっちはいけねえのか。よいしょと。オッケー。お、新しいチャプターですね。よし、じゃあもうそろそろ時間もいい感じなんで、今回はここで切ろうと思います。では次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。